小島秀夫は日本のバイオリニスト、指揮者。広島県広島市出身。元広島公共学団主席コンサートマスター。広島市市のロメに生まれ、3歳の頃に広島市への原爆投下で被爆する。8歳の頃よりバイオリンを始める。広島音楽高等学校卒業後、武蔵野音楽大学で福本博ボォルフガング・シタフォンハーゲンに指示。大学卒業後、 1964年に NHK 公共楽団に入団。ベルリン国立音楽大学室内学科へ入学し、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団が e いコンサートマスター、レオン・シュピーラーに指示。また1年間エキストラとして、同楽団で演奏。帰国後、N 教メンバーによる高縄弦楽四重相談を結成し、テレビ、FM 放送等に多数出演。N 教では、 トップサイドまで務める。1980年、故郷の広島交響楽団主席コンサートマスターに、招聘され、名古屋フィルハーモニー交響楽団や、札幌交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスター就任の打診を断って広京に、就任。就任後最初の定期演奏会で、同楽団初演となる、リムスキー・コルサコフ、シェーラザードの、 バイオリンソロを披露。以後、当時まだプロ化されて間もなかった、ヒロウのレベルアップに尽力する。18年の間その重責を果たしつつ、ソリストとしても、各オーケストラ、指揮者と共演。N の教時代に指導を受けていた、江藤俊也より、30年間愛用した名弓、ドミニク・ペカットを譲り受ける。作曲家であり N の教正式者の富山雄三とは、信仰が深く、同志から、 バイオリン協奏曲第3番や出身地にちなんでバイオリンとピアノのための広島の歌を検定される。1998年広京協対談後は広島を拠点として更新の指導にあたるほか、小島無地かコレギア、広島ジュニアオーケストラ、広島ミュージックフェスティバル、バイオリン教室、弓の会などを主催し、広島市の文化振興に努める。特にジュニアオーケストラでは、 小さな子供たちの育成を重視しており、演奏技術の向上だけでなく、それ以上に人間的形成に尽力して評価を得ている。また、倉敷作業大学客員教授として学生の指導を行った。日本弦楽指導者協会会員、コンサートマスターズクラブオブ、ジャパン会員、大阪国際音楽コンクール、広島支部長歴任。百九十三年に、 長男、小島にわびが誕生。5歳の時からバイオリニストとして、教育を施し、パリを拠点に演奏活動を行うまでになった。自身が病気療養の身になった近年では、長男、にわびが秀夫のメソッドを引き継ぎ、帰国時やオンラインで指導に当たっている。ABCD、プロフィール。小島秀夫音楽塾。2021年7月23日閲覧。 小島秀夫音楽塾、2021年7月23日閲覧、ありがとうございます。